海人。マは、海に潜って、海類や海藻を採集する量を、専業あるいは兼業で職業とする人。古くは、漁師全般を指していた。男性のマを、海士、女性のマを、マと区別して記されることがあるが、いずれも、マと呼ばれる。海士を一文字にした、マという和製漢字、合字があり、鹿児島県種子島のマ止まりという地名に、 用いいられている。中国の水上生活者を意味する、甘、丹、まや、甘女という表記を用いて、ま」と読む例が、近世の文書に見られる。例えば、南宋里見八県伝に、甘や船と書いて、甘船と読む語が登場する。その他、海人と書いて、民中、沖縄方言、海斗、静岡県伊豆地方などと読む場合もある。大韓民国では、 最終島などに、アマ、ヘニョと呼ばれる女性を中心としたアマがいる。最古の記録は、ギシワ神殿にあり、海中へと潜り転んで魚やアワビを取るとある。また、神奈川県三浦渋斜門堂決遺跡より、一世紀前後と、見られる鹿の角でできたアワビおこしと見られる遺物が、見かっている。万葉集などでは、サヌキ国、伊勢国、ヒゼン国、 筑紫国、島国などで潜水を行う、雨の記述が確認できる。九州の一部などでは、白水楼と記されている。このことから、中国、四国地方より東では潜水する雨を雨と呼び、九州地方では、白水楼と呼んでいたことが伺える。能登国や佐渡国の雨マは、筑紫国の棟方地域から、津島海流に乗り、移動資料をしていたという伝承が残り、 ケグナ島など、痕跡として、日本海側には、宗方神社が点在する。金崎には、天蜂省の地とする石踏みがある。万葉集では真珠、アワビなどを採取するために潜ることを、カズク、カズク、カズキなどと呼ぶ。現在これらの表現する地方は、伊豆、島、および、徳島の一部の甘であり、房総では潜る、四国では潜る、九州では、 住むと呼ぶ。小倉百人一種にはインフモンイン大介により、見せ場な、お島の天の袖谷にも濡れにぞ濡れし色はかはらずと、読まれている。北九州市の若目狩神社などにも天の伝承が、残る。脳、若目狩として残る。戦後は、ウェットスーツなど、潜水装備の充実や中華料理の普及による、アワビ需要の増加により天が一時的に増加し、 1956年には約1万7000人にまで達したが、その後は減少に転じ、2010年には2174人にまで減少した。2009年、平成21年10月3日、三重県鳥羽市にて、アマフォーラム第1回鳥羽大会が初開催され、集まった日本中地域と韓国最終党のアマラが、 無形世界遺産登録を目指す大会アピール採択した。ユネスコ申請には原則、国の重要無形民族文化財の指定を受ける必要があり、その前段階として、三重県では2014年1月に、鳥羽島地方の雨量を、県の無形民族文化財に指定、続いて2014年6月には、石川県輪島地方の雨量を、石川県無形民族文化財に指定した。 現在ダイビング機材を使用せずに素潜りで伝統的に雨漁が行われているのは世界中で日本と韓国のみである。また、これらの多くは海人儀と呼ばれる全身を覆う白い服を着て漁をする。ウェットスーツが普及した後もその上から急ぎを着ることもある。一般には小型の木造船舶である。船には雨の体を温めるため、 専用のいろりが設けられている。一般の小型船舶はプラスチック船になりつつあるが、いろりの設置が困難であるため、雨船は今も木造船が多い。地方によっては、男女雨、ととかか雨とも記されている。夫婦で漁を行う。この際、夫がいの地図なを担当し、妻が潜水を行う。潜水する際に墳闘と呼ばれる重りのついた綱を潜り手が持ち、 その落下により急速に潜る。また反対に上がる際にも、この綱を持ち、夫が綱を引き上げる。この作業のために滑車を備える船がある。浮上補助されれば、自力で浮上する場合と比較し、短時間で多くの潜水回数をこなしたり、深い場所に潜ることができる。枕の装置におけるアマの記述はこのアマを指す。船人、船戸アマは、位相家を、おのののアマが持ち。 船を使い集団で巨場に赴もむく。巨場までの距離が長い場合などに行われる。都人、勝戸天は、船人天同様、磯家を、おのののが持ち魚場に赴もむく。磯家を、浮きの代わりに用いたので、桶天と呼ぶところもある。一般に、天のイメージが定着しているのはこの天である。天の作業機関は、資源保護を目的にして、県の規則や、 漁協の取り決めにより、漁村ごとに漁期が異なっている。潜水用のメガネで、明治二十年頃から使われ始める。発明されるまでは、スメ、スメ、目くら探りというで海に潜り、春から夏場まで潜ると、目が真っ赤に充血し、腫れ上がることも頻繁にあった。スメ潜りの時期になると、手で海藻をかき分けて、岩の裏や荒れ目を探るためにうつぼに噛まれて手が、 刺さ,さくれるなどの危険が多かった。アマにとって、イソメガネは、最大の技術革新でもあり、発明された当時は、海が見えすぎて、獲物を多く取りすぎたために使用禁止にした漁村も、いくらかあった。友和樹は、海の魔物。または亡霊。アマが、自分一人しか潜っていないのに、近くに、そっくりなアマが一緒に潜っており、同じような作業をしている。 そっくりなアマが、にやりと笑いかけたり、アワビをあげようと誘う行動をとり、うっかりして、ありがとうと誘いに乗って、アワビをもらってしまうと、そのまま命を取られてしまう。アワビがたくさんいるところに連ってあげようと、手を引きに来たり、一緒に深い場所に行くと、潜水時間を超えて、息がたい命を落としてしまう。沖から、赤潮が流れてくる時などに海に潜っていると、 同じような甘が潜っている、かやのようなものを被せてくるとも言う。ともかずきは、甘と、みなりは同じでも足がないとか、鉢巻きの尻が長いので見分けがつくとも言われている。三重県島地方、現、鳥橋と島市の甘は、真よけとして、青万道万の衣装が入ったものを身につけて、雨漁をする風習が、現代もある。甘になる人の中には、 小学生くらいから年長者に遊びながら潜る、訓練を受けており、20歳くらいになると10メートルは潜水し、水圧に負けないための独特の呼吸法を得,得していく。しかし量に出ている現役のアマは、日本18都道府県で1978年から2010年の32年間で、約7000人減少しており、2160人となっていることが報告された。 激減の要因について、石原館長は、藻場が荒れ、雨量の対象となるアワビや、サザエなどの資源の減少が大きな影響を与えている、などと分析している。高知県や新潟県、東京都などでは100人以上存在した雨が例人となった。岩手県久慈市の観光協会では、後継者育成を目的として2005年に、地元の女子高生を対象とした雨クラブを設立した。 ドラマ、映画、漫画等は、作品名や、天役を演じた出演者を記載。それ以外でも、テレビ番組や百科辞典、ガイドブック、雑誌等で登場することもある。通用文社の子供向けの、大百科シリーズでは、イラスト、挿絵に、天の亡霊のイメージイラストが掲載されていることも、あり、外見は普通の天とは変わらないが、白の長袖磯シャツをきっちり着込み、白の磯、 中根を膝上の短めのタイトスカートを履いているように巻きつけ、白足袋をしっかり履いて、白の軍手を両手にしっかりとはめている。頭に白の磯頭ンを前頭から頭頂、後頭、側、頭、耳まで覆い隠して、顎に頭ンの紐を結んできちっとかぶり、磯眼鏡、鼻隠し一つ眼鏡を白の磯頭ンの上から後頭部にベルトをかけ、 円形のアイカップを白の磯キ金をラブをつかせないようにして両目と鼻、口元を覆い隠すように固定して装着した姿で薄暗い海底から海上へと上がっていきながら雨を襲うような感じで描かれている。テレビ中継でもその様子が放送されたこともあり、その一例として1月に行われた全日本大学駅伝大公選手権大会テレビ朝日系で 冬場の寒い中で、伊勢湾で作業する、甘さんの姿が映しされた。伊勢湾沖の雨船には、四五人の雨が全員、白の磯シャツ、白木綿の上着の長袖を着込み、白の磯、中根を、膝上の短めのタイトスカート状にして巻き付け、白の旅を履き、白の手袋をはめ、頭に、白の磯付金をきちっとかぶり、磯メガネで両目と鼻。 口元を覆い隠すように装着した格好で乗船。雨さん全員の磯メガネは太陽の光によって両目や鼻が見えず鏡のように映し出されており、冷たい風が吹く中で雨船から一人ずつ下を向きながら次々と水深後から6メートルの冷たい海に飛び込み、冬場の寒さと海水の冷たさをこらえて海中で全身びしょ濡れになりながら一生懸命潜って、 作業を行っている様子が放送されていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。